パリオリンピック、五輪、バドミントン女子シングルスで優勝した韓国代表のアン・アライン、アン・セヨン、22、が、7年間にわたって代表宿舎で韓国代表の先輩たちの部屋掃除や洗濯、ラケット修理などをしてきたことが14日、明らかになった。写真、涙を流すアン・セヨン、韓国地上波 SBS は同日、代表で最も若いアン・セヨンが、バドミントン界の古い悪習に苦しんだ、と報じた。アン・セヨンは金メダルを獲得した5日、7年間の怒りや悲しみ、もちろん歓喜も含めて、すべてのものを吐き出した、とインタビューに応じた。その怒りや悲しみは、韓国代表合宿中の不当な待遇だった。15歳で代表入りしたが、代表で最も年齢が低いことから、1日7時間以上の練習後、年長者の練習着を洗濯し、部屋を掃除するなど、雑務を毎日続けないといけなかった。2月には、両親が韓国バドミントン協会の幹部と面談し、娘は代表にいる7年間、古い習慣で練習後に十分な休養ができなかった。改善してほしい、と要請していた。同協会幹部がその要請を代表コーチングスタッフに伝えたが、返ってきた言葉は、古い習慣をすぐに直すことはできない。